スペツナズ、スペツナズとは、ロシア語の、特殊任務部隊、の略語である。第二次世界大戦中にも、複数の式、命令系統に、類似の名称、任務を有する部隊が存在したが、東欧項目では、戦後のグラ所属化の特殊任務部隊について記述する。スペツナズの語そのものは、SAS、イギリス陸軍、ユザセフジー、アメリカ陸軍特殊部隊軍、通称、 グリーンベレーなどとは異なり、特定の部隊を指す語ではないので注意を要する。例えば、ロシア連邦保安庁やロシア内務省、ロシア対外情報庁などにもそれぞれの特殊、任務部隊、スペツナズが存在する、スペツナズと呼称れる部隊の一覧を参照。そういった意味では、スワット、アメリカ警察の各管轄に存在する特殊部隊の総称に近い意味の用語である。 それらの中で最も有名なものとして、本校で記述する、ソ連軍、現ロシア連邦軍参謀本部情報総局、グラ、に所属する特殊部隊がある。戦時の敵広報での偵察、破壊工作や、要人の暗殺を任務としているが、平時にも、私服で、破壊対象の偵察活動、スパイ活動を展開している。1950年10月24日、ソ連国防省、 アレクサンドル・バシレフスキー・ソ連邦元帥と参謀総長、セルゲイ・シテメンコ大将の命令により、各120人の46個、独立特殊任務中隊が創設された。総員数は、5500人をわずかに超えた。しかし、軍縮が始まった1953年、35個、特殊任務中隊が解散された。1957年1月11日、 シェルストネフ少将は中隊が多方面にわたる戦闘能力を有していないと主張し中隊編成の代わりに大隊編成400人規模の特殊任務部隊を創設することを提案した1957年8月29日付地上軍総司令官令により5個独立特殊任務大隊が編成された当時15不元帥はスペツナズ昇降要請のために 蔵に、田んぼ不大に空挺学校を開校することを、構想していが、彼が失脚したため、結局この学校は創設されなかった。1961年8月20日、ソ連共産党中央委員会は、パルチザン主体の組織及び装備のための要員訓練、及び特殊機材の開発に関する決定を公布した。党決定に従い、1962年2月5日。 参謀本部は戦時におけるパルチザン運動の展開のために1700人の予備役軍人を選抜して旅団に編入し1ヶ月以内に召集を行うことを軍艦区司令官に命令した。1962年3月27日付参謀本部令により特殊任務旅団の定数総案が立案された。百六十二年末までにベラルーシ、極東、ザカフカーズ、 キエフ、レニングラード、モスクワ、オデッサ、ゾイバルト、ゾイカルパチア及びトルキスタン軍管区に常設の特殊任務旅団が編成された。この再編の結果スペツナズは12個独立中隊、5個独立大隊及び10個旅団となった。1963年、ベラルーシ、ゾイバルト及びレニングラード軍管区領域において、 スペツナズの最初の大規模演習が行われた。演習は成功と認められたが、1964年末までに3個、大体及び6個中隊が削減された。1968年、ギャザン空挺学校にスペツナズ昇降養成のための第9生徒中隊が創設された。教育プログラムには、英語、ドイツ語、フランス語及び中国語の研究が含まれた。 1970年から部隊の戦闘訓練プログラムには語学訓練が含まれた。スペツナズは仮想的の言語を研究したが40時間の語学訓練では基本フレーズ以下しか教育することができずすべての機体はソ連国内のヒロシア系民族にかけられた。1977年8月、フルンゼ名称軍事アカデミーにおいて偵察学部に スペツナズ商工訓練教育グループが創設された。1978年9月1日から、当グループは授業に着手した。1979年5月2日、来たるべきアフガン侵攻に備え、第154独立特殊任務死体は編成された。死体は、4個、中隊、1個 BMP-1 中隊、2個 BTR-60 中隊。 一個兵器中隊と通信10-23から4、シルカ、自動車及び物的保障の独立招待からなり、総員520人だった。また、死体兵士は、ウズベク人、トルクメン人及び、タジク人である1年半を勤務した2期目の、招集兵からのみ選抜れた。死体の全兵員には、アフガン軍の軍服と身分証明書が支給された。11月22日、 死体は飛行機でバグラムに投入された。12月13日、タジベク宮殿の警備強化のためにカーブルへの前進が死体に命令された。12月27日、死体は KGB のアルファ部隊と共同でこの宮殿を攻略し、ハフィーズラー・アミーン大統領を殺害した。1980年2月29日、 第154死体と同じ編成を有する第173死体が編成された。死体は1984年にだけアフガニスタンに投入された。1980年1月から1981年10月まで第177独立特殊任務死体が編成された。1981年10月、この死体はアフガニスタンに投入された。 第154及び第177死体は1984年まで主としてパイプラインと山岳路の警備に従事した。1984年、反乱軍のキャラバン対策のため、第154独立特殊任務死体は、ジェララバードに第177死体は、ガズニに転移し、1984年2月10日、第173死体は、 クシクシ地区で国境を越え、1984年2月14日、カンダハル市周辺に到着した。これと関連して、1984年秋、4番目の死体がバクラムに到着した。数ヶ月後、死体はバラキシに転移した。1985年春、5番目、6番目、7番目の死体がアフガニスタンに投入された。また、 第15及び第22旅団本部もアフガニスタンに投入された。1985年末、第22旅団の編成下に入る8番目の死体がアフガニスタンで直接編成され、ファラフルドに配置された。このようにして、アフガン戦争中、8個死体、2個旅団本部が活動した。なお、秘密保全のため、全スペツナズ死体は、 独立自動車化狙撃大隊と呼ばれていた。第22独立特殊任務旅団は、1988年8月にアフガニスタンから撤収した。第15旅団の最後の部隊は、第40軍の渋滞を後衛で援護しつつ、1989年2月15日にアフガニスタンから撤収した。ソ連末期から、その崩壊にかけてスペツナズは大規模創上。 分離主義集団の鎮圧のために、ソ連各地に投入されることとなった。1980年代末から1990年代初めに、かけ、第173主体は、オセチアイングルシフン総時に、北オセチア共和国、バクー並びに、ナゴルノカラバフ自治州に投入された。1992年、第22独立特殊任務旅団は北、カフカーズ軍管区に移管された。 1992年、モスクワ軍管区の旅団の2個死体は、秩序維持のためた時期スタン共和国に派遣された。1988年から1989年に、かけ、ザカフカーズ軍管区の第12特殊任務旅団の3個死体は、アゼルバイジャンのザカタリ地区及び、トビリシ市における秩序維持に参加し、1991年、ナゴルノカラバフ州及び、 北をセチアに投入された。1991年、ドイツに駐屯していたスペツナズ旅団が撤収し、ソイボルガ軍パンクに移管された。ソ連崩壊後のソ連軍の分割の結果、CIS 諸国には以下の部隊が移管された。1992年10月1日、ビリニュス市に駐屯していた第4、独立特殊任務旅団が解散された。 ペチョーラの特殊任務教育連隊も解散された。1992年7月25日、第901独立空中襲撃旅団と第218独立特殊任務大隊に基づき、空帝軍第45独立特殊任務連隊が編成された。スペツナズは1994から1996年までの第一次チェチェン戦争に当初から参加した。 モスクワ、シベリア、北カフカーズ、ウラル、ザバイカル及び極東軍管区の旅団から主体が派遣され、1994年12月と1995年1月には空挺軍第45独立連隊も参加した。1995年春までに、スペツナズは北カフカーズ軍管区の独立特殊任務主体を除き、チェチェンから撤収した。同主体は、 戦闘行動終結まで戦闘し、1996年秋に現代に復帰した。戦争初期、一般部隊の連度が低かったため、スペツナズは通常の偵察、強襲部隊として使用され、多大な損害を出した。特に1995年1月初め、上層部の誤算により、A、岩野不詳佐指機下の特殊任務主体が、 チェチェン側に降伏する事態まで発生した。1995年5月、北カフカーズ軍管区の旅団のスペツナズ死体は、ブデノフスクの人質解放作戦に参加した。彼らは病院に突入したが、死行外を支配できず、事後、戦闘員及び人質を乗せた渋滞に随伴した。1九9六年一月、北カフカーズ軍管区の旅団の死体の一つは、 ペルボマイスキーの人質解放作戦に参加した。作戦初期において47人からなる死体はチェチェン兵の主力を引き付けるために牽制行動を実行した。最終段階において死体は数倍もの敵の数的優勢にもかかわらず浸透したエスラ・ドゥエフ集団に大損害を与えた。この戦闘に対して5人のスペツナズ将校にはロシア連邦英雄の称号が授与された。 1996年のハサブユルト協定署名はチェチェンでの戦争終結を意味しなかった。1997年末までにバーブ教徒が北カフカーズに独立イスラム国家建国を試みておりダゲスタンがその第一の標的になっていることが明らかになった。このことと関連して1998年初め 第22独立特殊任務旅団の編成下からカスピースク市に第8独立特殊任務主体が分派された。数ヶ月後、第3独立特殊任務主体がそれと交代した。これら主体は1999年8月まで相互に交代した。主体はチェチェンの隣接地区で現地偵察を行い、行政協会の警備及び通報システムを構築した。また、 チェチェンから大量に流入する闇石油製品の移動及び販売ルートが追跡された。内務省及び FSB と共同で武器取引ルートが摘発された。戦闘行動の開始とともに、スペツナズは敵の防御施設及び陣地を解明しつつ、偵察により一般部隊を保障した。この任務は第8独立特殊任務主体、並びに、 第3独立特殊任務主体が遂行した。事後、スペツナズは、事実上、全軍管区からの主体により増強された。ダゲスタンの抵抗拠点の撃破集結後、部隊は、チェチェン共和国内に投入された。事後、スペツナズは、創作、待ち伏せ行動及び発見された、敵基地に対する襲撃の実行に移行した。また、スペツナズは、ロシア軍中で、 最も規律のある部隊であったため、友軍の略奪兵士対策にも、検察機関と共同で参加することとなった。グラの参加には9個旅団のスペツナズが存在する。スペツナズの戦略単位は3個死体からなる旅団である。空挺軍には、第45独立新鋭特殊任務連隊が存在する。スペツナズの作戦単位は死体である。旅団はのうち、 1>, 1個死体を先頭に投入し、残り2個死体を休養と訓練に当て、半年程度の期間でローテーションするのが通例である。以下は、第一次チェチェン紛争時のスペツナズ死体の編成の1、0。各中隊は3個、グループ、小隊からなり、各グループは3個分隊からなる。スペツナズ創設時から、可視官は、部隊で、訓練されている。各中隊において、 第一招待は教育招待であり、全中隊のために歌詞館を訓練している。しかしながら要求される特技の増加に伴い、1970年、教育中隊、教育大隊、その後、プスコフ州、ペチョーラ市に教育連隊が編成された。ペチョーラ教育連隊には、2個教育招待を含む順位学校も存在した。1985年、 アフガン戦争中、チル地区にも教育連隊は編成されたが、ソ連崩壊とともに、1994年、連隊はウズベキスタン軍に移管され、機動軍教育センターに改編された。1999年、ペチョーラ教育連隊は解散され、歌士官・巡視官の訓練は、部隊での直接訓練に復帰している。下級将校の教育は、 1968年まで舞台で実施されていた。しかしながら軍事技術の進歩はスペツナズ将校により高度な知識を要求し、ヤザン空挺学校にスペツナズ将校要請のための第9中隊が設置された。第9中隊生徒の教育プログラムは空挺兵のプログラムとは根本的に異なっていた。それは小グループの戦力による 敵合法重心で特殊任務を遂行する際に役立つ、より本格的な知識の獲得に向けられた。教育プログラムには外国語の学習も含まれた。各招待は四個分隊を含み、その各々は英語、ドイツ語、フランス語または中国語を学習する語学グループでもあった。九百八十年のアフガン戦争開始とともに、ファルシー語とペルシア語、 あとに、ダリー後の2個招待が編成された。1981年、第9中隊の招待に基づき、第13及び第14中隊が編成され、1982年はめ、大隊となった。大隊は、1994年まで、学校の編成下にあった。リャザンの外、キエフ高等諸平家共通式学校の偵察学部も、 スペツナズ将校の教育を行っていたが、ソ連崩壊とともに、同学校は、ウクライナの手に渡った。1994年、ノボシビルスクに、新しい諸兵科共通学校が創設され、その編成下には、リャザンから移転した、スペツナズ大隊が入った。上級将校の教育は、70年代末まで、一般将校と同じカリキュラムで、フルンゼ名称軍事アカデミー、 旧軍の陸軍大学に相当で行われていた。1977年から偵察学部にスペツナズのために特別に訓練される長高生のグループが創設された。アカデミー卒業生は大隊長、副旅団長に捕食される。スペツナズは陛下として独立しておらず、特別な優遇措置、入校者の枠数を受けていない。戦闘任務に投入され、 勉学の時間が取れないことを考慮すると、一般にスペツナズ勤務は出世に不利に働く。上級将校の確保のために、ソンネチノゴルスクに短期射撃家庭が存在する。同家庭の最初の募集は、1966年に行われた。数年後、この家庭はソンネチノゴルスクからモスクワ郊外に移転した。平時に偵察活動、つまり、 スパイ活動に従事するスペツナズ将校、大位以上は、グラの軍事外交アカデミーに送られ、卒業後は、大使館などで、公然、非公然の情報収集活動に従事する。将官への昇進のためには、一般将校と同様、参謀本部アカデミーを卒業する必要がある。スペツナズは、陛下として独立しておらず、グラの一般長、特殊偵察班長、 大佐職が監督した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。